中村誠一は、日本の政治家。元福岡県筑後市長。1965年3月、鹿児島大学農学部卒業。同年4月、福岡県庁に入庁。2001年12月、筑後市の助役に就任。2007年4月、同市の副市長に就任。2009年10月、副市長を辞職。2009年11月15日執行の、 地区市長選挙に無所属で出馬。全地区市議の矢吉次一郎を破り、初当選。同年12月3日、市長に就任。2013年、無投票で再選。76ある行政区を廃止し、11の小学校区コミュニティ協議会に再編する構想を打ち立てたところ、区長会と市議会の間で、 高齢の市長の行政能力では限界があるという共通認識が生まれた。二級隊のレールが敷かれたかのように見えたが、2017年の市議会9月定例会で中村は唐突に参戦出馬を表明。同年9月21日、議会最終日に緊急動議として中村への辞職勧告決議案が提出される。提出議員はおごりとも思える言動。 議会経視の姿勢が目につき市長としての素質に疑問を感じるとその理由を述べ、議長と退席者を除く出席議員16名全員が賛成し、同議案は可決された。その結果、中村は立候補を断念した。2019年、朝日小受賞受賞。ありがとうございます。